パルクロチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日は、新ブランドアイノデの、ブランド紹介をしていきたいと思います。早速ですが、アイノデビジュアルディレクターの福田です。よろしくお願いします。そして自己紹介お願いします。はい、レディースの担当の平野と申します。よろしくお願いします。はい、メンズ担当の福本です。よろしくお願いします。パルから、デビューしたデニムブランドアイノデなんですが、今日は、ブランドのコンセプト と、お二方のおすすめのメンズのスタイリング一つ、レディースのスタイリング一つという形で、ご紹介していきますので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。じゃあ、まずは平野さんの方に、アイノデのブランドコンセプトについてお伺いしてもよろしいですか。はい、まずこのアイノデというブランドなんですけど、このロゴのデザインにすごく思いが込められているんですけれども、デニムっていうもの自体が愛の花で染めたものなので、その愛の花と人の手をつなげるといった意味で、このアイノデというデニムブランド名にまずはなりました。はい、でその意味っていうものが、その藍色の藍に携わる手、藍との出会いと藍をデザインする、あとはその藍と愛情の藍をかけて、ラブの方ですね。はい、はい、藍を込めた手作り、藍が見えるデニムということで、まあ、様々な、意味合いを込めたデニムブランドになるんですけど、そのアイノデを手にした人が愛を染めるというコンセプトに、心温まるデニムブランドでありたいという願いを込めて、はい、たくさんの願いを込めたブランドとなっています。はい、愛の花の花言葉があなた色に染まるとか、あなた次第とか、そういう意味があるので、その愛の花の花言葉もかけて、まあ、ご自身のデニム、ご自身のカラーに染めて長く使っていただきたいっていう思いを込めてブランドを作りました。はい、素敵ですね。ねえ、もうデニム本来のこう時間をかけてこうあなた色に染めてほしいっていう、はい、経年変化を楽しんでほしいってことですよね。そうですね、はい、パッと買ってパッと捨てちゃうようなデニムじゃなくてっていう。そうですね、極端なこと言えば100年履けるデニムみたいな。そうです、そういうことですよね。はい、そういうことです。で実際ですけど、工場の方にも行かせていただいて、はい、で僕なんかも初めてデニムができる工程、はい、加工場があって洗い場があって、いろんなこう4箇所ですよね、はい、構成があったりだとかっていうところを実際に見させてもらって、で実際今回のルックで使われてるのも背景実は工場なんですよね。はい、の中に綺麗なかっこいいモデルさんに協力していただいて実際今回のルックができてるんですけど、はい、どうでしたか実際工場にあって。はい、私もものづくり携わって時間経つんですけど、やっぱこのデニムを作る現場は初めて見て、まず生地からですね、糸から生地にするところも見て、すごかったですよ、めちゃくちゃ感動しましたね。感動しましたね。はい、なんか一つのその一端を作るのにすごい時間がかかるのと、そんなに幅も作れないとか、もう本当に職人さんがね、限られた職人さんしかいないので、本当に伝統工芸でしたよね。めちゃくちゃ感動しました。はい、で岡山のその倉敷は全てその近隣で加工からその製品になるまでができる、クイックにこうできるっていうので、はい、なんかこうやりたいコンセプトがこうぶれないというか、はい、ああいうのでこうやってくださいって言ったことに対してすぐこうクイックにできるっていう、 こう強みと、あとまあ、知ってはいたもののこんなに時間がかかって、そうですね、こんなにプロの人たち、いろんな人の手ですよね、はい、がこう携わってるだっていうのをこう実感できて、でぜひ今回アイノデが YouTube で動画を
開放しているので、まあ、インスタグラムのプロフィールないしは、クラッシャーっていうお尻にあるここに QR があるので店頭の QR をぜひ携帯でかざしてその奥にあるこう職人さんの思いとこの時間を確認してからぜひ試着していただけたら岡山方面から職人さんの思いがちょっとでも伝わったりするような仕様にしてますのでぜひ店頭でご覧いただきたいと思います。では、早速レディースのスタイリングから、はい、ご紹介していただきたいと思います。はい、ではレディースのスタイリングの紹介を先にさせてもらいます。はい、ストレートなんですけど名称は倉敷、はい、土地の名前を名称にしてるのもポイントなんですけどこちらが倉敷のストレートのタイプになります。で一番のポイントは結構かなりハイウエストにしていてもう本当に股上結構深いので腰位置が非常に高く見えるとあとセンタープレス、ね、はい、入れてるのでストレートってちょっとやぼったくなりがちなんですけど、そうですね、これはもうこのハイウエストとセンタープレスによってかなり美脚に見えるのをポイントにして作りました。はい、綺麗に見えますもんね。すごい綺麗なんですよ、履くと、ね、はい、でまあスタイリングのポイントはちょっとデニムを着せてみたんですけどやっぱりこのハイウエストのデニムにはトップスをインするのがすごくバランスが良くて、まあ、できたらちょっとこの辺りにポイントを持ってくるのが可愛いので、まあ、ブラウス合わせがすごく可愛いのかなと思ったのでちょっとあえてデニムで行ってみました。可愛いですね。ありがとうございます。はい、しかもちょっと同系色にするのも可愛いんですけどちょっとあえて違う色味にしてちょっとアクセサリーとかポイントにしてみて、まあ、こんな感じのスタイリングが自分でもしたいなと思いながら、はい、スタイリングしてみました。結構このハイウエストの、ストレートのものはなんかあんまりこうシンプルに決めるのも可愛いんですけどちょっとトップスにポイントを持ってきていただくとよりスタイルアップして目線上に、はい、履いていただけるのかなと、はい、思います。はい、はい、では続いてはメンズの、スタイリング説明します。メンズもレディース同様にストレートのシルエットかこちらもクラシックという形になっております。でも本当にもうすごくスタンダードな、形ではあるんですけどもやはりこの加工が非常にこうワイルドな感じもありながらすごく繊細というかすごく自然な色落ちを、やはりこの工場さんでできているので長く履き込んだような色合いが非常にこうポイントかなと思います。で形は本当にややテーパードほとんどストレートなんですけど肝落ち裾にかけてテーパードしていけるので、まあ、履くとすっきり見えながらも楽にこの辺は少し距離があるので履いていただけるシルエットになっています。でこれだけやっぱスタンダードなシルエットなのでっていうのとあとすみませんデニムっていうアイテムなのでチェックのシャツを合わせてザ・アメカジスタイルっていうのをメンズはご提案したんですけどもボトムスも細いのでシャツもこうジャストなサイズ感で選ぶと、まあ、少しこうちょっと一昔前みたいな見え方になりすぎるのでシャツはあえてオーバーサイズのチェックのシャツを羽織らせて足元も少しこうボリュームがあるようなローファーを合わせて今っぽくスタイリングしていました。でデニムなので本当に白の T シャツになれば今時期でも着ていただけますし1枚こういうブラウンのシャツを羽織れば秋に活躍していただけると思います。特に秋冬はブラウンがトレンドカラーでもあるのでぜひデニムとブラウンの組み合わせおすすめになりますので試してみられてみてください。どうでしたか？普段僕YouTube やってるんであれですけど初めての YouTube はめっちゃ緊張しました。緊張されました、ね、もうそうですね顔がもうすごい緊張しましたね
まあでもまあ実はあのパンツ三方のデニムジャケットっていう形で、はい、まあ、まだまだあったラインナップがいっぱいあるんですけども、うん、はい、まあ、今回はちょっと時間の都合上一方っていう形だったんですけど、はい、まあ、これであの高評価が多ければ、ね、はい、ぜひ再生回数が良ければ、はい、またお願いします。ぜひお二人にお願いして、はいはい、愛の出の第2回ですね、はい、違 う, こうシーズンがこう変わった時のタイミングという感じで、ぜひ、高評価の方よろしくお願いします。はい、そしてあのインスタグラムも、これはですね、多分アカウントが多分出てると思うんで、フォローの方もよろしくお願いします。はい、じゃあ次回の動画で、はい、お会いしましょうということで、はいはい、それでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。ありがとうございました。